皆さんこんにちは。日本語の先生のりこです。気づきましたか？今日のエピソードは80回目になります。80回、80日毎日なんとか続けています。皆さんも私のポッドキャストをいつも聞いてくれて本当にありがとうございます。この調子で100回まで行きますよ。ついてきてください。そしてお願いです。私のポッドキャストを皆さんのお友達、日本語を勉強しているお友達におすすめしてください。一人でも多くの人に私のポッドキャストを聞いてもらいたいです。さて今日は飲み会の話をします。飲み会ね、ドリンキングパーティーだね。今私たちは、まあ、イギリスではパブは閉まっています、ね、ロックダウンでパブやレストランは開いていません。でもみんな家で打ち飲みをしているそうです。打ち飲み、打ちで飲む。そうだね、出かけられないから家で飲むわけです。そして今たくさんの人がオンラインパーティーをしているそうです。私たちも、私たち夫婦も先週オンラインパーティーをやってみました。私と旦那さんでズームというものを使ってミーティングをセットアップして、旦那さんのいとこや兄弟と一緒に、まあ、ミーティングをしたんですね。ズームというのは、まあ、スカイプみたいなものなんですけれども、ね、スカイプとかグーグルハングアウトとか、まあ、よく似たサービスなんですけれども、スカイプもグループチャットできるんです。でもズームが今人気なのは、まあ、特にクラスですね。1対例えば10人以上とか、そういうことで例えばレクチャーをしたい人なんかはズームのサービスが便利なようです。私は、ね、1対1のオンラインのレッスンをしているので、まあ、スカイプで十分いいんですけれども、まあ、今回はズームを使ってやってみようということで、ズームのアプリで旦那さんがミーティングをセットアップして、そしてそのミーティングの、特別なパスワードとリンクを親戚に送って、そして家族に送って、土曜日の夜にやってみたんです。面白かったですよ。私たち夫婦はイギリスの北アイルランドのベルファストに住んでいます。義理の妹ですね、義理の妹の夫婦はスウェーデンのマルメに住んでいます。そして旦那さんのいとこはスペインのバルセロナに住んでいるんです。ですからこのヨーロッパの3つの国の町がつながりました。本当は、ね、義理の弟ですね、旦那さんの弟が住んでいるオーストラリアのブリスベン、彼らとも一緒にやりたかったんですけれども、まあ、時差がありますね。イギリスとオーストラリア今の時差は9時間です。9時間。ですからちょっと難しかったので、今回はヨーロッパに住んでいる人たちだけが参加する小さな飲み会をしました。1時間半ぐらいね、いろいろ話して、そして飲みながらお互いの近況について話したんです。面白かったですね。旦那さんはウイスキーを飲んでいました。私は赤ワインを飲んで、その後はスウェーデンのお酒を飲み始めました。バルセロナのいとこたちはジントニックを飲んでいましたね。ジントニック。スウェーデンの家族はビールを飲んでいました。それぞれお酒を飲みながら、今コロナウイルスでどんな状況かを話したんです。イギリスでは、ね、ロックダウン、外出制限がありますけれども、何度も言っていますが、散歩には出かけることができます。1日1回の軽い運動のために外出はできるんですね。
でもスペインではそれもできません。ですからスペインの家族はもう約6週間って言ってたかな、6週間ロックダウンが続いていて、1日も外に出ていない。まあごめんなさい、スーパーには行けるんです。スーパーに行く以外全然外に出かけていないということでした。うん、そしてスウェーデンは全然違うんです。スウェーデンは最初から今まで全然ロックダウンをしていません。多分これからもする予定がないということです。ですからスウェーデンの家族は、義理の妹の夫婦は2人とも会社に行ってるんですね。出勤してるんです。そして子供がいます。子供は毎日保育園に行ってるんです。ですから同じヨーロッパの国でもこんなに違うんですよ。面白いね。うん、でもね、本当に違っていても気持ちは一つですね。コロナウイルスにならないように、かからないように、お互い気をつけて元気に楽しく行きましょう。そういうことを話しました。このオンライン飲み会、すごく面白いアイディアだと思います、ね、こういう世の中、ね、状況ですから、ね、外には出かけられない、直接家族や友達に会うことはできないけれども、ね、気になる人がいたらオンラインでチャットしてみてはどうでしょうか。私はこのコロナウイルスが起きる前よりも今の方が友達や親戚や、まあ、古い友達、そして家族ですね、とスカイプでよく話しているんです。同じ土曜日ね、先週の土曜日、日本に住んでいる私の一番のお友達、親友ともスカイプで話しました。彼女は私のふるさと岡山の倉敷に住んでいます。彼女も忙しいし、ね、時差があるから、今までは本当になかなかスカイプで話そうと思ってなかったんですね。メールのやり取りだけでした、最近は。でも、これを機会に、すでに2回スカイプでチャットをしています。お互いに元気にやってる、ね、コロナウイルスは大丈夫、ね、そういうちょっとした会話がすごく大切ですよね。うん。ですから、まあ、本当にこれを機会に古い友達に連絡を取ってみて、どうですか、元気ですか、大丈夫ですかって言ってみるのはとてもいいことだと思います、ね、はい。それでは今日はZoomで飲み会をしたという話をしました。また明日。